スーパーエクスプレスレインボースーパーエクスプレスレインボー牽引専用電気機関車 e f 6 5五0 1 9スーパーエクスプレスレインボーは日本国有鉄道が1987年3月に改造製作し同年4月の国鉄分割民営化後は東日本旅客鉄道が2000年まで保有した欧風客車でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である 国鉄東京北鉄道管理局では、1981年より、和式客車、名古屋化を運用していたが、多様化する利用者のニーズに応え、和式客車とは異なる利用者層に対応した車両を、登場させるべく、1986年9月、頃から北局と大宮工場で検討を重ねた。折しも、国鉄分割民営化が確定した時期であり、 新しく登場させる車両は JR 東日本のスタートにふさわしく夢を乗せる車両として計画された。鉄道車両に新しい魅力を付加し、これまでの往風客車のセールスポイントを極力取り込み、外装デザインも乗ってみたくなる車両を目指した車両である。4号車のイベント車のみ12系客車、それ以外の車両は14系客車より改造されており、両端の車両は スロフ14型700番台、中間の車両は、オロ14型700番台、イベント車は、オロ12系700番台である。全車両とも、グリーンシャいである。主に若年層やスキー客をターゲットとし、シティ感覚を盛り込み、落ち着いた雰囲気の中で、ゆったりとくつろげる車両を目指した。車体外部図色は、スピード感を強調するべく、 チェリーレッドのベースカラーに白いストライプを入れたものとした。中間のイベント車にはスーパーエクスプレスレインボーと大きく目立つようにロゴを入れている。また、機関車もこの客車を牽引する専用機の指定が行われたが、機関車もベースカラーをチェリーレッドとし、車体側面には大きく EF65、EF81、e、と形式を対処した。 パノラマグリーンカー両端の1号車と7号車が該当する。スハーフ14型の乗務員室側連結面を編成内側に向け、便所、洗面所を撤去した上で、車端部から4.5メートル分を展望室とした。展望室は妻窓だけでなく側面窓の一部も曲面ガラスを使用することで、外部口を展望室内に取り入れるようにした。展望室は、 フリースペースのサロンとしても用いられるため、ソファーを8脚設置した。展望室以外の室内は、リクライニングシートを2列から1列の配置で、前後9列設置した。座席は45度刻みで360度回転が可能で、すべての座席を通路側に向いた状態にすることも可能である。室内の配色は1号車が、オレンジ色系統のモケットとベージュ系統のカーテン。 7号車がブルー系統のモケットと赤色系統のカーテンとし、当具も座席のモケットに揃えた配色としている。なお、展望室の一角には車両基地上の間における推進運転のための機器を設置した。展望室の妻窓にはワイパーを設置し、室内側にはデフロスタも装備されており、推進運転時の視界を確保している。2号車と6号車が該当する。 客室内の中央にミニステージを設置し、その両側には1.7号車と同様に2列から1列の配置でリクライニングシートを設置した。車内の配色は2号車は1号車と6号車は7号車と同一である。3号車と5号車が該当する。小グループの利用者向けに6人用個室が4室と3人用個室が1室設けられた。通路との仕切りは ブロンズガラスを使用し、車高のためのレースカーテンを設けた。個室内は、土足禁止としたため、ドア付近を除いて通路より50センチメートル、かさ上げした。また、ドア脇に下駄箱を用意した。室内は、ソファー形式の座席を設置し、モケット色は明るい青と紫のチェック模様とした。また、デッキ部分に吸着器を設置した。なお、 各個室では個別に冷暖房の制御が可能となっている。編成中央に連結される4号車が該当する。車体中央部の天井にはステージと可動式、テレビカメラを設置し、この箇所にはハイルーフ風の天窓を設けた。パーティーなどで可能な限り室内を広く使用することを想定し、通路の片側には加発式のソファー、反対側には折りたたみ式の座席を設置した。 当時としては最新式のビデオ CD などに対応したオーディオシステムを装備し、スピーカーは JBL の製品を採用した。車端部にはスナックカウンターを設置した。前述の通り、当車両のみ 12K からの改造であるが、改造当初は本来 12K に使用される au13。 アン型クーラーが5機中4機乗せられており、中央付近に乗る残りの1機は14系座席車で使用されているカバー付きの AU13A 型クーラーであった。晩年、カバーなしの AU13 アン型に乗せ替えられ、5機全てが揃えられた。当初は EF65-19 と EF8195 が使用されたが、 EF65 型については1998年に EF65118 へ置き換えられた。いずれもたばった運転所に配置され、2両の専用機は当時とほぼ同じ図色のまま使用されていた。1998年7月9日での、寝台特急、瀬戸下り最終列車の牽引機として EF65118 が起用されていた。EF8195 は、 北斗星や、明けぼの、貨物列車などの定期列車を牽引することが過去にあった。また、e f 6 5 1 1 8も、寝台急行、銀河の廃止により、定期列車牽引の運用はなく、臨時列車や乗務員訓練列車などに使用されていたが、2015年10月17日に、車両故障を起こし修理不能のため、11月26日に、 長野総合車両センターに廃車改装された EF62 型と EF63 型に牽引されて薄い峠を下るスーパーエクスプレスレインボー改造落成から廃車まで一貫して小グ客車区に配置されていた1987年3月19日に公式試運転が行われその後運行を開始した団体専用列車のほか 臨時急行列車やシュプール号にも使用されることがあった。また、夢空間と連結されることもあった。デビュー当初は、列車内などで接客を担当する女性客室乗務員、ミスレインボーが乗務していたが、1990年4月30日の運用限りで引退した。1988年7月に発電エンジンを持つ環球車、スロフ14の2両に対して、 自動消火装置装備を含めた、青函トンネル対応工事が施行された。老朽化に加え、往復客車の利用減少、客車列車のため機関車の付け替えなどに手間がかかり、速度面でダイヤ設定が難しくなったことなどから、2000年3月31日、限りで運用を終了し、その後廃車となった。鉄道ファン1998年10月号、公有車。 1998年 P121 交際出版社 JR 時刻表1990年2月号 P527 にシュプールレインボー座王として上野発23時30分発山形期5時57分で掲載されているレインボーファンクラブポストミスレインボー引退鉄道ファンナンバー352公有者1990年8月 PP99 江戸レインボー引退交通新聞 P7 ありがとうございます。